今日は来日中の全米政治学会の会長でありますピーター・カッツェンスタイン教授と会談をすることができました。ピーター教授は全米政治学会の会長としてオバマ政権へ入る経済学者の人選等々に当たられた方でもあります。専門は国際政治、国際経済学で、この方との議論を通じて私が驚きましたことは、アメリカのオバマ政権に対してケイズヤンの圧力が非常にかかっているという話であります。70兆円超える財政出動をオバマ新政権は出動するという話をしておりますけれども、今のアメリカの経済を回復するには5年から15年、さらに500兆円、日本の GDP にほぼ匹敵するアメリカの GDP の3分の1という巨額な投資を行っていかない限り、この危機を抜け切ることができない、そういうことが学者の間で話し合われているという話には愕然としたところでもあります。対岸の火事と思っていたアメリカ初のこの金融危機に端を発した世界経済の変調に対して、日本の政治は政局に明け暮れることなく、具体的な政策で国民の皆さん方の不信不安を払拭していかなければならないと思います。